この長い物語は1973年のベトナムで始まった。サイゴン陥落の1年10ヶ月前のことだ。夜更け、それはアメリカ軍の兵舎で起こった。また焼き打ちか何かですかね、このどさくさに乗じて。早くステーツに帰りてえな。グリフのやつどこ行った？さっきションベンに行ったぜ。おい、聞いたか、あのヤクの話。ああ、ビリーがやられたんだろ。なんでもえらい苦しみ方だったっていうじゃねえか。とんでもねえ粗悪品をつかまされたらしいぜ。まった北の空で空爆だ。昼間みてえだな。北爆からこっち、いつも昼間みてえなもんさ。なんだ、グリューか。脅かすなよ。長い正面だったな。おい、どうしたんだ、グリュー。おい、危ねえ、マックス、こっちだ。グリュー、出ていくな。正気じゃねえ、銃貸してくれ。マックス、お前、足を打っただけだ。命に別ではない。グリフ、俺がわかるか。マックスだ。お前の友達のマックスだよ。バナナ。へ。バナナ。フィッシュ。そして話は現在のニューヨーク市ブロンクス区に飛ぶ。そこでは今年になって謎の自殺が相次いでいた。ビルから飛び降りたり、銃で頭をぶち抜いたりして、孫を肩なき自殺ではあるが、彼らには動機が全くなく、さらに不思議なことに、彼らは皆この地区のゴッドファーザーとも言うべきリノ・ゴルツネに反駁する連中であった。各有僕は奥村英二、キャメラマンイベのアシスタントとしてたまたまこのブロンクス地区にストリートキッズの取材にやってきた。ストリートキッズのボスとして有名なアッシュ・リンクスという少年に会う。だがちょうどその頃アッシュはまた別の事件に巻き込まれていた。もちろん後になれば全ては一つながりの事件だったとわかるのだ。どうしたんだ？これは。これは、薬か？ロサンゼルス、ウェストウッド、42、バナナ、フィッシュ。バナナ、フィッシュ？おい、あんた！なんであんたがそれを？おい！師匠、どこ行きやった？おい、こっちだ！待ちやがれ！アッシュ！これは一体何の真似だ？ボス、なんでここに？何の真似かと聞いてる。待ってくれ、アッシュ。俺たちはよ、パパディノに頼まれたんだ。ディノにだと？銃声で誰かが通報したらしいな。消えろ。ディノには俺が話をつける。待ってくれ、ボス。話を聞いてくれ。さっさと消えろ。これ以上俺を怒らす気か？わ、分かったよ。
バナナフィッシュ。ドクター、もう診療は終わりかい？勝手に入るなと何度言ったらわかる、チンピラめ。無許可のドブさらいってのは儲かんだろ？儲かるんだったらこんな町からとっくに出てってるよ。兄貴の容体はどうだ？よくはないが悪化もしとらん。今月の入院費だ。悪いことは言わん。お前の兄はそれなりの病院へ入れることな。頼みたいことがある。どっかの女の腹でも膨らましたか？そんなんじゃない。これだ。なんだこれ。そいつがなんだかわかるか。ヘロインじゃなさそうだな。混ぜ物の多い薬でも売りつけられたのか。そうじゃない。成分を調べられるか。時間外だな。ちっ、割増しすりゃいいんだろ。ごつくばりだな。じゃ頼んだぜ。おお、そういえばお前の兄貴はベトナムで薬に引っかかったんだな。そう聞いたよ。どんな種類か聞いてないか。さあそこまでは。何かあんのかい。こういうことは専門じゃないからはっきりしたことは言えないが、もう10年になるのに未だにフラッシュバックが現れるっていうのは今までの文献には症例がねえ。フラッシュバックって？発作のことさ。痙攣を起こしたりわけのわからんことを口走ったりするだろう。ああバナナフィッシュか。バナナフィッシュ？兄貴はそう言うんだ、発作を起こすと。おお、気の利いたこと言うじゃねえか。兄貴はサリンジャーの愛読者か。え？なんだ知らないのか。J. D. サリンジャーの小説にあるだろう。バナナフィッシュって魚に出会うと死にたくなるんだよ。死を招く魚だよ。死？ええ、知らなかった。パパディノ、何の用だ。こんな強引に呼び出されちゃ迷惑だな。アッシュ、あの男はお前に何か言わなかったか。あの男って？アッシュ、私にとぼけても無駄だ。あの二人が襲った男とお前は出会ったはずだ。ああ、あったよ。うん。奴はお前に何と言った？助けてくれ。そうか。なるほど。用済みなら帰るぜ。ああ、しゅ、最後に一つだけ聞く。奴はお前に何か渡さなかったか？何かって。ああ、しゅ、質問に答えろ。別に何も。本当か？本当さ。あばよ、海坊主。今度からちゃんとアポイントを取ってくれよな。キツネめ。アッシュの身辺を調べろ。奴に気づかれずにな。スキップ、待ってたのか。パパディノに会いに行ったって聞いたから大丈夫かなって思って。俺なら大丈夫だ。あ、そうだアッシュ、今度の一件にはどうやら王者が絡んでるらしいんだ。気をつけてよアッシュ。王者はアッシュの手下のくせにパパディノと直接会ってるらしいから。はあ、思った通りだぜ、あの海坊主。何がなのアッシュ。この部屋散々引っかき回していけやがった。え、別になんともないみたいだけど。一見そう見えるけどな、他人には分からなくても俺には分かるのさ。それにしてもディノのやつだいぶ慌ててんな。これはますます簡単には渡せないな。アッシュの部屋からは何も出てこなかったそうです。そうか、先手を打たれたわけだな。まったく可愛げのない小僧だ。アッシュは確かに奴からあれを受け取ったはずだ。これでかえって確信ができた。マビン。はい。方法はお前に任せる。アッシュを白状させろ。王さ。マービンか。パパディノのお許しが出たぜ。ディノのおっさんはアッシュに惚れてたんじゃねえのか。まあいい、マービン、俺に考えがある。乗るかい。いいだろう。1年前の処罰争いで
引き金を引く大事な指をナイフで傷つけられた。今じゃ全く動きしねえんだよ。この借りを返したいんだ。イベさん、本当にここでいいんですか？ここでいいはずだがな。イベさんですか？ジェンキンズ警部補です。ニューヨーク支社のエージェントからお話が。ええ、受けたまわっております。ストリートキッドの取材だそうで。こちらは息子さんですか？いや、エイジは女子でして。一応僕は19歳で大学生です。おこれは失礼。いや、東洋人の年齢を当てるのは難しいですな。だが若く見えるというのはかえっていいかもしれませんね。彼らは大人を信用しませんからね。でどうなんでしょう、やはりかなり危険ですか？相手によりけりですね。私の管轄にはアッシュという少年がボスをやっているグループがありまして、こいつがなかなかの実力者で、あっという間に近隣のグループをまとめ上げちまいましてね。そのアッシュというのはやっぱり少年なんでしょうか？17ぐらいだと思いますよ。白人でね。これから会うのはスキップというアッシュの右腕の男です。まもなく。はい、ごめんよ、遅くなって。野暮用があってね。遅かったじゃねえか、スキップ。これがスキップ？こんな子供は。じゃあ行くかい？この時間ならいつもそこの地下にアッシュは玉突きに来るんだよ。じゃあ気をつけて。何かあったら我々がすぐに踏み込みますから。こうして僕らはアッシュと呼ばれる男に会うことになった。なんかだんだんらしくなってきたぜ。何ビビってんだよ。こっちだよ。そこにはまだきっと子供なんだろうが、僕たちよりもずっと体格のいい連中が何やら怪しげなものを飲んで吸ってたむろしていた。アッシュ！よー、スキップ。あれがアッシュ？なんか考えてたのとだいぶイメージが違う。ああ、俺もなんかもっとごっついおっさんみたいなやつかと思ってたよ。アッシュはとてもストリートキッズのボスには見えない白人の美形の男の子だった。ジェンキンズが言ってたろ、ジャパンからあんたに会いに来たんだぜ。ああ、イベ、エイジ、ほら何か聞きたいことがあんだろ。その腰に刺してる銃、本物だね。どういう意味だい？モデルガン以外日本じゃ持てないんだ。ちょっと持たせてくれないか？いいよ。ああ、サンキュー、すごいずっしりと重いや。一つ聞いてもいいかな？何？人を殺したことある？あるよ。へえ、やっぱりそうか。ガキだな、あんた。ボスの番だぜ。ああ。アッシュが他人に銃を触らせるなんて初めてのことだぜ。え、そうなの？ああ、そうさ。以前酔っ払いがふざけて銃に触ろうとして、その場で指を吹っ飛ばされたんだぜ。アッシュはあんたが気に入ったみたいだな。改めてよろしく頼むぜ。俺はスキップ。僕はエイジ。オッケー、エイジ、あんたの度胸に乾杯だ。みんな集まったようだな。ここにいる奴らがアッシュの元を離れ、俺オーサーに着いた連中ってわけか。これから手はずを決める。よく聞け。アッシュは俺たちの動きに気づいていない。この機に乗じて一気に肩をつける。まず連中をバラバラにしてアッシュを仲間から引き離す。それからスキップだ。あのチビを必ずとっ捕まえろ。あいつをおとりにしてアッシュをこの倉庫におびき出すんだ。アッシュの仲間は反対方向に誘い出せ。何度も言うが、必ず奴を孤立させるんだ。よし、行け。なかなかやるじゃないか、オーサー。マービン。しかし、そううまくいくかな。奴から銃を取り上げちまえば、ただの生意気なチビさ。エイジ。イベさん、
いろいろ話は聞けましたか。いやなかなか口が固くってね、特に自分のことは話してくれないよ。スキッ翔太、やってきたのは中国系のモヒカン男だった。アッシュはどこだ。何があったんだい。王佐だ。奴が昔の仲間を集めてここに向かってるらしい。狙いは。もう来やがった。なんだ。アッシュ逃げろ。オーサーだ。オーサー、やつはお前をぶっ殺して成り上がるつもりだ。狭いとこへごちゃごちゃと入ってきやがって。考えやがった。これじゃ銃が使えねえ。こっちだ。エイジ、スキップ行くな。そっちはワロだ。エイジはスキップと一緒だ。戻れスキップ。エイジ、こっちから外に。あ、悪いな。一緒に来てもらおうか。お二人さん、こずらせんじゃねえ。早く出せ。スキープ。落ち着け。落ち着かなきゃ。これは現実だ。実際に起こったことだ。翔太、お前のバイク借りるぜ。待て、アッシュ、行くな。追ってきたぞ。分かってる。こっちの思うツボだ。いるんだろ、出てこい。いやーボス、罠だってことは分かってたろ。なぜ来た。お前とはいつかケリをつけなきゃならないと思っていたからな。望み通り俺一人で来たんだ。もうスキップには用はないだろ。ところがそうもいかないのさ。この件はもう俺たち二人だけの問題じゃねえんだ。何？アッシュ。アッシュ、ようこそアッシュリンクス。マービン、悪いな、こんなとこまでわざわざ来てもらって。パパディノと手を組んだってわけか。お前も落ちたな、オーサー。銃を投げてよこしな。ダメだ、アッシュ、殺されるよ。二人を離せよ。アッシュ、このチャニーズなんだ。俺のことだ。スキップをかばってたそうだな。お前の新しい友達か。こいつから殺そうか。待てよ、銃は渡せよ。さすが人望の厚いボスだな。指のお礼はたっぷりさせてもらうぜ。よし、足運べ。白状する気になったかね。何をだよ。あの男から何かもらったろう。どこに隠した。そういうことか。わかった。話がある。ただし、あんただけだ。いいとも。王さん、あっち行ってろ。おい、マービン、約束が違うぜ。まさか奴を助ける気じゃねえだろうな。誰に物を言ってるんだ。外に出てな。シャッターも忘れるな。あばらが折れちまったらしいんだ。ちょっと手を貸してくれねえか。いいとも。今だ！スキップ！エイジ！逃げろ！わかった！エイジ！早く！外には奴らがいる！あっちだ！俺とサシで勝負するには太りすぎだよあんた。大丈夫か。ざまねえな、まったく。あっちだ。お前ら向こうを探せ。見つかった、行こう。一軒行き止まりだ。ここまで来て。トビ、鉄パイプやるぞ。戦うのかい。いや、この塀を飛び越えるんだ。頭がおかしくなったんじゃねえのか。俺は棒高跳びの選手だったんだ。バカなマナーよせ。そんな腐った水道管折れたらそれっきりじゃねえか。見ててくれ。うわ、飛んだ。うわ、騙し見せちゃうぜ。よくも舐めた真似してくれたな、アッシュ。
さっきスキップと一緒にいた。車から顔を出したのはあのモヒカンの男だった。スキップを助けるんならあれの隠し場所を教える。失礼だがあれとは何のことだね。とぼけんな。分かってんだろ。確かに俺は奴から何か分からんものを受け取ったさ。そんなに欲しければくれてやら。ただしスキップを自由にしてからだ。すまんな。何のことだか分からんね。しっしょう豚野郎。車に乗せろ。あし。なんだこのガキどもは。どこから降ってきやがった。どこだ。気をつけろ翔太。ギロの手下どもがいるぞ。しきしょう殺だ。ガキどもが垂れ込みやがったな。あし。こんなに楽に死なせてやるつもりはなかったが、そうも言ってられなくなったようだな。死ねやし。あし。スキップ！スキップ！スキップ！マービン、貴様！くそ、ここまでか。待て、マービン！アッシュ、こっちの車を使え！すまん！ショート！ジェンキンズ警部補、あんた一足遅いよ。早く後を追えよ。スキップがマービンに殺されたんだ。アッシュは奴の後を追っかけてった。ち、見失ったか。くそ、確かこの辺りにマービンの屋さがあったはずだ。思い出したぜ、あのうちの2階だ。開いてる。マービンは戻っているのか。様子がおかしい。帰ってきているにしても鍵をかけてないなんて。マービン死んでる。銃、俺の銃だ。どうしてここに。しまった、罠だ。動くな、警察だ。え、銃から離れろ。手を頭の後ろで組め。ちょっと待てよ、俺やってねえよ。冗談じゃねえ、俺が殺したんじゃねえぞ。エヴァンスタイン、アッシュをこちらの署に渡してはくれねえか。しかしこれは俺の山だからな。では尋問に立ち会わせてもらえるか。いいだろう、来いよ。俺はやってないって言ってるだろ。お前のその怪我、チンピラ同士で小競り合いがあったんだろうが。そんな言い草が通用すると思ってるのがアッシュリンクス。それにしても随分手回しがいいじゃねえか。俺がマービーのところへ行くのか分かっていたようなタイミングだったな。生意気な口を聞くなよアッシュ。俺がマービーのところへ行った時にはもう死んでたんだ。だがあそこに落ちていたこいつはお前の銃だったろう。そういや、あの豚野郎の部屋から面白いもんが出てきたぜ。見てみなよ、ムービーフィルムも何本かあるぜ。見ろよジェンキンズ、子供ポルノだ。それも変態御用達ってやつだ。ほれ、ムービーの始まりだぜ。あそこに映ってるのはお前だろアッシュ。エヴァンスタイン、もういいだろ。アッシュ、あれはお前だろ。そして手前のデブはマービンだな。お前は奴を憎んでいた。だから殺したんだろ。俺は殺してねえ。もうよせ、子供相手に古傷をかきむしるような真似は。連れて行け。裁判所から通告が来るまでとりあえずうちの病院にぶち込んどけ。またな、ムービースター。どう具合は。そっちこそどうなんだ。塀の向こうにはマットはなかったろ。でも大した怪我はしなかったよ。見事なジャンプだったよな。お前にあんな特技あるなんて思わなかったぜ。でもスキップにお礼も言えなかった。あ、アッシュ、いやそのジェンキンズに言われてきたんだろう。え、
いや、そんなわけじゃ。お前も嘘のつけない奴だな。奴から聞いたろ、俺の昔のことを。え、何を？日本にはないのか、ああいうえげつない本とかって。あまりよく知らないんだ。お前はいいな、あんな風に飛べて。どうだった？どうだったんだ、エイジ。イベさん、僕はとても言えない。アッシュは二度と心を開いてはくれないのかもしれねえな。マービン殺しか。ディノ・ゴルツィネが何らかの形で絡んでいるのに違えねえんだが。アッシュはスキップの仇を討つつもりなんです。たった一人で地下組織のボスに歯向かうつもりなんだ。自分の中で正義をつけちまって、僕はとても言えなかった。他の奴に任せるなんて、叶わないことは彼が一番よく知ってるんだ。分かったよ。これも何かの縁だ。あいつがどこまでやれるのかしっかり最後まで見届けてやろう。お前もそうしたいんだろ。え、そういえばアッシュは州刑務所に一時移送されることになったんだ。少年鑑別所ではなくて。幸か不幸か、今州刑務所にはマックス・ロボという男がルポルタージュの取材のために囚人のふりをして入っている。そいつに事情を説明してアッシュの身辺を見張らせよう。あそこにはゴルツィネの息のかかったやつがごまんといる。ようこそアッシュリンクス。私がフォークナー州立刑務所の所長ワイゼンバーグだ。お前の資料はひどいものだな。以前なら死刑間違いなしってやつだ。だがここにいる連中はお前が付き合ってたガキどもとはわけが違う。そこのところよーくわきまえておくことだ。連れて行け。よし、いいぞ、入りたまえ。あれがお前たちの獲物だ。ゴルチネからの伝言はわかってるな。奴を決して侮るなよ。おい、マックス、新入りのアッシュリンクスだ。仲良くしな。マックスだ。アッシュリンクスだ。いくつだ？おっさんいくつだよ。おっさんだぞ。俺はまだ33だぞ。立派なおっさんじゃねえか。俺は17だ。バナナフィッシュ。人か、それとも何かのコードネームか。ディノ・ゴルツネ、あのタコ坊主、一体何を企んでやがるんだ。しかしドクターが今あれを持っている。危険だ。ディノに気づかれないようにどうやってドクターに知らせる。電話も手紙もダメだ。どうやって。小僧、ちょっと顔貸しな。アッシュ、アッシュ。おい、アッシュ見なかったか。図書室の方へ行ったよ。図書室？でももう手遅れだと思うぜ。手遅れ？どういうこと？アッシュ、アッシュ、しっかりしろ。おい、しっかりしろ。今医務室に連れてってやるから。まあ傷の方は大したことないよ。本当に大丈夫なのかい、ドクター。ひどく参ってるみたいだけど。そりゃぐったりもするさ。寄ってたかって強姦されるよ。誰だって参っちまう。まあ死にはしないから心配しなさんな。もっともエイズをうっされてりゃ話は別だが、まあ妊娠するわけじゃないし、可能止めを打っておいてやるから一晩ここで寝てるんだな。ドクター。あ、頭痛いよ。なんか薬くんない？俺粉末とか錠剤じゃダメなんだ。少しでも味がすると飲めないんだ。じゃあカプセルがいいのか？ああ、カプセルがいい。おい、じゃあこれなら飲めるだろ。本当は風邪や頭痛ぐらいじゃ薬なんかやらねえんだが、ケビを使って薬溜め込んでラリるバカがいるからな。
ちゃんと飲みよ。お前、これから大変だぞ。なんで？奴ら味を占めちまったらしい。お前また襲われるぞ。ごめんだな。飯でも食うか。飯はいい。じゃあ果物でも。バナナしかないか。縁起でもねえバナナフィッシュか。何？今なんて言った？うん。何でもない。嘘つけ。何か知ってるんだろ。俺が今聞き返した時、しまったって顔したぞ。バナナフィッシュか。バナナフィッシュとは何だ？人の名前か。そうだ。だが10年調べてそこまでしかわからなかった。あんたが知ってるのはそれだけか。バナナフィッシュとは何をやってる人だ？お前なぜそれを知ってるんだ？取引所。俺が知ってることを話すから、あんたの知ってることを話してくれ。それで俺が先に話すのか。よくよく用心深いやつだな。友達がな、10年前のことだが、俺は南ベトナムに兵士としていたんだ。その時、友達が当時出回っていた粗悪品の役にやられて死んだ。いいやつだった。まだ若くて18かそこらだった。なんて名前？ん？その友達はなんて名前だった？グリフィンだ。グリフィン・カレン・リース。みんなはグリフって呼んでいた。あんたの名前はマックス・グレン・リード？なんでそれを知ってる？あんたがそうか。俺にも本名がある。俺の本当の名はアスラン・カレン・リース。お前がグリフィンの弟アスランか？そうさ、あのアスランさ。お前がグリフの弟か。兄貴はよくあんたのことを手紙に書いてきていた。あんたのこともよく知ってるよ。そうか。あんたが兄貴を撃ったこともね。アッシュ。あんたが兄貴をあそこに置き去りにしたことも知ってるさ。それは違う。あいつは仲間を射殺してサイゴン市内の精神病院に収容されて、その後送還されたって聞いてる。俺は本国に帰ってからもずっと奴の消息を尋ねて歩いたんだ。それにあの状況では仕方なかった。奴は普通じゃなかった。役に脳を犯されて下手をすれば皆殺しになるところだった。そうだろうよ。あんたの言うことは正しいよ。仕方なかったんだろうさ。兄貴はあんたを信頼していたよ。手紙でよくあんたのことを書いていた。あんただけが友達だってね。兄貴の足は今でも動かないよ。でも仕方のないことだよね。生きてるのか。奴はどこだ？どこにいる？会わせてくれ。アスランって、あんただってことは分かりやしないさ。弟の俺だって分からないんだからな。役で頭をやられてるってあんた今自分で言ったじゃないか。その兄貴をあんたは見捨てていったんだろう。なんだマックス、お前まだここにいたのか。もう消灯時間だ。さっさと戻らないと出されるぞ。ああすまない先生、今戻るよ。じゃあゆっくり休めよ。この話は今度。今度ここを出ることができたらあんたを殺す。おやすみマックス。ああおやすみ。ジェンキンス警部補からアッシュが僕に会いたいって言っているのを聞き、僕は州刑務所の面会室へ出かけていった。俺の仲間はどうしてる？君がいなくなってから彼らの秩序はめちゃめちゃだよ。危なくて近寄れない。今一番幅を利かせているのがオーサーだ。くそ、あの卑怯者め。あ、もう時間だ。短いものだね、どこの国でも面会時間っていうのは。今日は来てくれて嬉しかったぜ、エイジ。アッシュはそう言ってキスしてきた。多分周りにいた連中はただのキスに見えたと思う。しかしアッシュは口移しであるカプセルを僕の口に入れたのだった。そのカプセルの中には小さな手紙が入っていて、こう書かれていた。エイジ、見張られているのでこんな方法しか取れなかった。チャイナタウンへ行ってショーターという男に会って伝えてくれ。ドクター・メレディスから俺が預けたものを受け取って
安全な場所に隠してもらいたい。チャイナタウンに目立たず出入りできるのは東洋人だけだから、危険を承知でお前に頼む。人には言うな。翔太、あのモヒカンの男だ。分かった、待っててくれ。アッシュ、アッシュの手紙に書かれていたショーターという男を探しにチャイナタウンにやってきたが、ショーターの消息を知っている者は誰もいなかった。しかしドクターメルディスのことはアッシュの使いの者だといえば教えてもらうことができた。仕方なく僕は一人でそこへ出かけることにした。ここか。すいません、ちょっとお聞きしたいことが。待っていたぜ、サムライボーイ。オーサ。よう、ドクターメルディス。このジャパニーズ坊や知り合いかい？知らん、初めて見る顔だ。貴様らこそなんだ、人の家ドカドカ上がり込みよって。金ならやるから、とっとと出ていけ。あいにく俺たちが欲しいのは金じゃない。アッシュリンクスがここに出入りしてるのは分かってるんだ。ジャパニーズボーイ、お前は何かアッシュに頼まれたろ。何かって。とぼけられる立場だと思ってるのか？早く言わねえとこの医者ぶっ殺すぞ。預かったものを受け取るようにって言われた。預かったもの？カプセルだ。これぐらいの粉末が入ってる。オーサーの横に立っているメガネをかけた小男、初めて見る顔だ。それなら机の上だ。とっとと持って出ていけ。威勢のいいジジイだな。だがそれもここまでだ。気の毒だが死んでもらうぜ。なんだって？ちゃんと喋ったじゃないか。そうはいかない。余計なこと見たからな。それとも腹でも切ってみせるか。腹を切るのはお前の方だぜ、王さん。翔太、よくもまあくっちゃべってやがったな、王さん。おかげで外の気配も気づかなかったか。もうちっと手応えのある見張りを立てとけや。なぜここに？チケット参上。頭に穴を開けたくなかったら、おいおめら、懐に飲んでる物騒なもん出しな。あんたもだよ、メガネのおっさん。あんたに人は打てねえ。みんな手が震えてんじゃねえか。他にも誰かいるのか？あんた、グリフィン。嘘だ。死んだはずだ、お前。あんた、バナナフィッシュ。エイブラハム。どうぞ。うわぁ！やるな！来るな！危ねえ！グリフィン！危ねえ！エイジ、伏せろ！オーサー、逃げるのか、卑怯者！またな、翔太。とんだハプニングだったが、この蹴りはいつか必ずつける。アッシュに添いとけ！ちくしょう。大丈夫か、エイジ？なんとか。案外、あっさり引き下がったな。おかげで命拾いしたぜ。でも、アシから頼まれたものを捕らえちゃった。ドクター、具合はどうだ？今、応急処置をしているところだ。邪魔すんな。畜生、死なせるものか。せっかく正気に何かを思い出したんだ。最後に変なこと言ってた。バナナがどうとか。バナナフィッシュさ。え？これで少し読めてきたぜ。死ぬなよ、グリフ。お前のためにも弟のためにも。こいつは一体誰なんだい？アッシュの実の兄だ。え？なんだって？なかなかよく調べてあるよ。下町の堕胎とは思えないほど。感心してる場合ではないな。なぜ始末しなかった、エブラハム。邪魔が入ったのさ。ショーターウォンだ。ショータウン？そうだ。以前話しただろう。アッシュの仲間でチャイナタウンじゃちょっとは知られたやつだ。やつの後ろにはチャイナタウンがあるってことさ。あんただって今下手に華僑とことを起こしたくはねえだろ。なるほど。なかなか賢明な判断だったな。教えてくれねえかな、ババディノ。あそこまでして取り返さなきゃならないものってのは何なんだい？なぜあんたはしつこくアッシュを追います？バナナフィッシュってのは何なんだい？エイブラハム、あの男はあんたをそう呼んだな。質問攻めだな。お前こそなぜそんなに興味を持つ？俺にはアッシュにないものがある。野心か。
過ぎた野心は身を滅ぼすぞ。伊部さん、どこへ行ってたんだ。丸一日連絡もよくさないで。電話してきたと思ったらチャイナタウンなんて危ない場所で。ごめんなさい、でもちょっとついてきてもらえますか。いろいろと込み入ったわけがあるんです。僕だよ、エイジだよ、翔太。翔太よ。あんたはあのモヒカン。いいから早く入んなよ。グリフの容体は？よくねえ。これは一体誰だ？アッシュの実の兄なんです。え？オーサーの仲間に撃たれたんです。大きな病院には運べなかった。組織にバレてしまうので。組織って、エイジ？何のこと言ってるんだ？一体何があったんだ？バナナフィッシュが誰か分かったんです。ほんのわずかだが、別の場所に移しておいたもんだ。これには気づかなかったらしい。何ですかこれ？アッシュが殺された男から預かったものです。これがなかなか厄介な代物でね、幻覚剤の一種らしいということまでは分かったんだ。ただ。ただ？最も症状の強い LSD でも、効果継続時間は約8時間。だがこいつは24時間経過しても症状が持続した。あるいはもっと続いたかもしれない。続いたか。それ以上続けられなかったのさ。実験に使ったラットがみんな死んでしまったものでね、凶暴になり壁に激突したり手足を噛みちぎったりして極端な自己破壊行動に出てね、つまりは自殺さ。自殺？覚えていませんか、ジェンキンズが言っていたでしょ。この数ヶ月間に原因不明の自殺事件が何件も起きてるって。その死んだ人たちはディノ・ゴルツネってボスに対立する人間だった。おそらくあの男が作り出したもんだろう。オーサーと一緒に背の低いメガネをかけた男がいて、アッシュの兄さんが彼をバナナフィッシュって呼んだんだ。本当か？おいおい、しっかりしろグリフ。先生ダメだ。そんな。12時32分。残念だ。もう少し設備の整った病院へ連れて行ければ。そんな、アッシュに何て言ったら。ジェンキンズ警部補に話そう。イベさん、これは俺たち素人の手に負えることじゃない。今までのことを全部彼に話すんだ。それが一番いい。なんて言ったんだ、ジェンキンズ。グリフィンが死んだ。今イベから電話があったところだ。アッシュには今話さないでくれ。俺が奴を出所させようと努力している今、アッシュがこのことを知ったら揉め事を起こしかねねえ。お前もショックだろうとは思うが。分かった。グリフィン、そんなバカな。懲りない奴らだな。いいか、ディノに伝えろ。俺をここから出せ。話はそれからだ。出ないとお宝を札に売るぞ。アッシュ、何やってんだ。この間の奴らさ、ちょっと手を抜いてやったら調子に乗ってまた来やがった。おら、アッシュ、これ以上問題起こすな。グリーンが、話は分かった。小僧、お前の言い分はボスに伝える。アッシュ、大丈夫か。さっき何て言った。兄貴がどうかしたのか。いや、俺は。言えよ、何があったんだ。いや、それは。言えよマックス、本当のことを。また裏切るのか、兄貴を見捨てたみたいに。アッシュ、とても悪い知らせだ。グリフに何か。彼は死んだ。いつ。昨日だ。発作で撃たれたんだ、パパディノの一味に。アッシュ、起きてるか。見りゃわかんだろ。看守に賄賂をやってお目こぼしに預かった上等のバーボンだ。飲むか。いらない。そうか、じゃあ勝手にやらせてもらうぜ。
俺には悲しむ権利がある。お前がどう思うと構わん。俺とグリフは友達だったんだ。あの胸の悪くなるような泥沼の中でな。お前にわかるか？アメリカは無理やり船を出させておいて、雲行きが怪しくなると放り出すような真似をしたんだ。俺たちはその後始末を押し付けられたのさ。足手まといになる子供を殺した母親、強姦されて死んだ女の子、死体の始末も俺たちの重要な仕事さ。グリフィンは耐えられずに薬の力を借りたんだろう。弱い心を補おうとしてね。弱さ、奴の責任だが、いや、もしかしたら奴だけがまともだったのかもしれない。だが俺はそういう人間の弱い部分につけ込んで儲けようとする奴が許せねえんだ。バナナフィッシュだなんてふざけた名前つけやがって。死を招く魚か、アッシュ。俺を殺したいか。いいぞ、お前の好きにしな。俺も少し疲れた。あいつが死んだって聞いた時、俺もがっくり来ちまった。もう一度会いたかったな。たとえ俺のことだ、誰だかわからなくても。ロアイーストサイドで俺の仲間がゴルツレに頼まれて男を一人殺した。その男が息を引き取る前にバナナフィッシュと言ったんだ。そして小さいロケットを俺に渡した。中から薬品みたいな粉末の入ったカプセルが出てきた。俺が知ってるのはそれだけだ。なぜ俺に話す？わからない、わからない。俺にもあんたを憎めたらと思うよ。誰かを憎まなきゃ救われなかったんだ。俺は兄貴に育ててもらったんだ。兄貴がいなければ飢え死にしてた。それが俺があの薄汚い精神病院で見つけた時には、兄貴は一人じゃトイレにも行けないありさまだった。それでグリフィンを連れ出したのか。そうだ。でももうそれも終わりだ。兄貴が死んだってことが不思議なくらい嘘じゃないってわかる。そうか、お前も辛かったろうな。よしてくれ。道場なんてまっぴらだ。道場じゃないさ。道場なんかじゃない。辛いのはお互い様ってとこかな。飲め。本当は飲めんだろ。本当ですか、イベさん。アッシュは刑務所から出てこられるんですか。うん、保釈が認められたんだ。ジェンキンズ警部が頑張ってくれたらしい。でもそしたら兄さんのことを言わなきゃなりませんね。俺が言うよ。いえ、僕はその場に居合わせたし。でもエイジ、これが最後だよ。アッシュを警部の元へ送り届けたら、その足で空港へ行くんだ。いいね。はい。あ、わかった。仕方なかろう。もういい。山根くんが檻から出るか。アッシュめ。アッシュ。エイジ。よかったね、アッシュ。ああ、お前にも世話になったな。とりあえずこの車で送ってくよ、アッシュ。その必要はないよ、ジェンキンズ警部。その銃は俺の。あんたはやっぱりポリスをやるにはお人よしすぎるよ。悪いが俺は手を引けないんだ。じゃあこの車は借りていくよ。ついてくよ、アッシュ。エイジ、降りろ。おい、エイジ。早く発車しないとまた捕まるよ。
案の定大目玉だ。仕方ねえな、出所を祝って抱き合ってるうちに銃を抜き取られたんじゃな。レイジも一緒に行っちまうとはな。問題はこれから連中がどこに行くのか。どこへ行ってもディノの目が光ってる。ある一箇所を除いてね。ある一箇所？チャイナタウンさ。スミス&ウェソン357マグナム、銃身は君が使用していたものと同じにしてある。 3.5 インチだ。よく知ってんな。君のことはショーターからよく聞いてるよ。随分と若いようだが、とても荒くれた不良たちを率いるポスには見えないね。そりゃお互い様だろう。あんただってただの銀行家には見えないよ、リーさん。いやー、なるほど。君を子供扱いするのはやめた方が良さそうだな。さて、私としては君に少し肩入れしたくなったわけだが、他に何か必要なものはあるか。かくまってくれてることに対してまず礼を言う。だが一つだけ言っておきたいことがある。何か。俺はあんたたちとゴリツネとの間のことには一切興味がないってことだ。そういう意味での手助けなら一切断る。君たち白人にはわからないかもしれないが、我々には我々の道というものがあってね。我々は多民族の干渉を受けずに我々のやり方で道を切り開いてきたのだ。ここはどんな組織でもそうやすやすと手出しができない。ディノ・ゴルチネは少しやりすぎている。だから我々としては、たとえ誰であろうとも、ディノ・ゴルチネに反旗を翻す者に対しては幸運を祈りたいだけだ。分かってくれたかね。いいだろう。力を借りよう。じゃあ手始めに魚市場に出入りできるトレーラーを一台用意してほしい。分かった。それじゃあ、君たちの幸運を祈ってるよ。魚市場って？魚市場に来るわけじゃないさ。魚市場のそばにある店に来るんだ。店？魚料理の店だ。なんだ？あのゴルツネがわざわざ魚料理を食いに来るのか？食わせるのは魚だけじゃない。別な生き物を売るんだ。別の？人間さ。人間？読めてきたぜ。そこはディノの経営する店だ。奴の趣味と実益を兼ねた秘密クラブなのさ。表向きは会員制レストランだが、やってることは売春宿だ。商品は主に子供、つまり少年売春ってやつ。乗客は社会的地位のある連中ばかりだ。だから当然秘密厳守さ。とんだスキャンダルだからな。同時に奴は連中の弱みを握れることになる。チッ、ヘドが出るぜ。奴が俺たちのような町のガキどもを下っ端に使うのはそのためだ。つまりは商品の供給源として、フラフラしてるガキどもの中から可愛いの捕まえてあそこへ連れてっちゃ乗客に売りつけてんのさ。子供は逃げられないように麻薬漬けにされちまうから、せいぜい 2,3 年しか生きられない。つまりそれだけ秘密が守られるってわけさ。ひどい話だな。で、奴がそこにやってくるってわけか。そうだ、決まって月の15日に。今度の木曜日か。ああ、はい、ええ、すぐ戻ります。今はイベのアパートですから。5分ほどで。ジェンキンズ、何があったんだ？それがよくわからねえ。俺の銃が見つかったそうだ。路上に捨ててあった。あ、それから刑務所でアッシュの見張りをしてくれてたマックスが出所したそうだ。ただ迎えに来てた連中を巻いて失踪したそうだがね。とにかく俺は署に戻ってくるよ。マックスから連絡があるかもしれねえから、ここにいててくれ。ああ、わかった。なんだ、忘れ物か？マックス、たった今お前のことを。ああ、知ってるよ。やつが出かけるのを待ってたんだ。さあ、俺たちも出かけるぞ。どこへ？アッシュたちの行き先だ。見てくれはなんてこともない普通のレストランだ。これなら誰にも目をつけられることはない。この日ばかりは腹心の部下以外は連れていかないんだ。あのリーの力を借りるのはあんまり気が済まないけどな。どうして？だってあの人はゴルツネをよく思っていないから味方してくれてるんでしょ。あいつはそんな甘っちょろい奴やねえよ。ディノのジジイと同じくらい食えない奴さ。さあ始めようか。ショータ、俺が荷台に乗ったら出してくれ。おう、チャンスは一瞬だ。しくじるなよ。ああ、さてお祭りの始まりだな。エジ、
お前、俺が合図したら頭引っ込めろよ。え？また僕をかばうつもりかい？俺がやられたらお前がこいつを動かすんだ。ったく、何でもないよ。出せ！よし！僕たちに乗るトラックの上にアッシュを立ち、前方のリノ・ゴルツメが車から降りてきたところへ突進していった。パパディノ！アッシュ！貴様そこまでこのわしに反抗期か！死ね！おお！アッシュの撃った弾はわずかに狙いがそれ、リノの肩に当たった。アッシュが撃つ前にそばにいたオーサーのライフルがアッシュの肩を撃ち抜いていたんだ。翔太、出して！分かってるよ！こいつを捕らえろ！必ず生きてくれて、わしの前に引きずってくれ！翔太！いや、さくら、カットで、指揮所、血が目に入って、危ない！前だ！奥にはいけないはずだ。東の船着き場を探せ。うわっ、くせえ。ここは入り江の一つさ。倉庫の裏側だから死角になってるんだ。さっきの魚市場から50メートルと離れてないけれどな。ぐずぐずしゃおれん。早く出発しないと。出発？どこへ？ケープコッド。お前とグリフィンの生まれ故郷だ。あ？とりあえずマンハッタンには俺。でもさ、故郷に帰るってマックスがいた時にアッシュは怒って飛び出してまた無茶をやるんじゃないかと思ったよ。大丈夫さ、やつもバカじゃない。バナナフィッシュの秘密は知りたいはずだ。アッシュは帰りたくなさそうだった。家を飛び出してきた者にとって故郷なんて必ずしもいい思い出ばかりじゃないさ。おい、アーシュ、どうした？着いたぜ。ニューヨークから500キロ、ケープコッドだ。あんたは？いや、久しぶり、ジェニファー。アッシュね。ジム、早く来て。なんだ、うるせえな。何をピピ騒いでやがる。貴様、アッシュ。いや、どの面下げて戻ってきやがった。このアバズレが。俺の部屋だった離れの鍵をくれよ。そうすればすぐに出ていくさ。なんだと？兄貴の残したものに用があるんだ。なんだそっちの連中は。友達だ。友達ね。お前が垂らし込んだのか？おい、あんた、さっきから聞いてりゃなんだ。それが自分の息子に言うセリフか？なんだこいつは。おい、お前の情婦か？おい、あんた、俺の息子と寝るのは構わんが、ちゃんと金を払えよ。なんだと、もう一遍言ってみろ。なんでそこまで息子を侮辱するんだ？やめろ、マックス！ほっとけよ、マックス。こいつはこういうやつなのさ。さあ行こうぜ。一つだけ言っておくよ。兄貴は死んだ。もっともあんたにはどうだっていいことかもしれないけどさ。行こう。ジム、なぜあんなこと言うの？うるせえ！お前の知ったことじゃない！あそこが俺と兄貴の生まれた家だ。俺と兄貴は母親が違う兄弟で、俺の袋は彼の母を追い出したくせに、俺が生まれると他の男と逃げちまった。そのうち親父がジェニファーとあそこに住むようになって、ここは俺たち二人だけになったのさ。アーシ、ジェニファー、これを持って行って。あの家にはもう電気が通ってないの。それから食べ物。ありがとう。ねえアッシュ、あの人のことだけど本気じゃないのよ。あんたが帰ってきてくれて、あの人も本当は嬉しいんだわ。
いいんだよ、ジェニファー。あんたは優しいね。あんたみたいな人がなんであいつといるのか不思議だよ。ねえ、お願いよ、そんな風に言わないで。明日店に来てね。朝食を用意するわ。なんだよ、マックス。しけた面だな。ここへ来させたのはあんたのアイデアだろ。今更嫌なものを見ましたなんて面はしないでもらいたいな。すまん。グリフィンがサイゴンから送ってよこした手紙はこれだけか。俺の知る限りではね。翔太、エイジ、ここへ来てくれ。グリフィンを殺した男を見たのはここにいる中ではお前たちだけだ。この写真の中にそいつがいるか。あ、これ、この右から3番目。アッシュ、目はあるか。ああ、ある。軍のだけど。これで分からなきゃお手上げだな。あった。エイブラハム・ドーソン。こいつがバナナフィッシュか。